ティ。組むっていうのは表向きで、実際捜査チームを2つに分けて競わす形にしたんだそうです。ライバルの2人を焚きつけ最速解決を試みたとか。実力的にはやっぱ鬼の警部が上かな。奥さんが可愛いし、稲葉博士もいるし。いやいや、尾形警視だ。性格もフットワークも軽くて早期解決に長けている。犬好きで稲葉博士のことも可愛がってた。結局稲葉博士がどっちに味方するかだよな。ダッシュしねえや、博士。おぎ、なんでこれ連れてきた。違う、ついてきた。事務所バラしやがって。相変わらずプリミミだな。タービンダウド。喜んだ。友達ですか。まさか。警備部警護課の尾形だ。学生の頃に知り合った。昔は俺と所属が逆だったんだが、俺が刑事部に入るとき入れ替わりになった。よほど仲が悪かったんだな。奥義さえ来なければ、ヒロシの相棒は俺だったのに。てめえ以外誰でもいいって言ったら俺が来たんだよ。よほどうざかったんだな。尾形は無類の犬好きでな。うざさに耐えかねた警察犬がよくストライキを起こしたもんだ。尾形、ほどほどにしろ。嫌がったんだ。どこが？